ルビ級原子力潜水艦は、フランス海軍最初の攻撃型原子力潜水艦。本級の排水量は2000トン程度で、現用の他国の攻撃型原子力潜水艦に比べてかなり小さい。2005年現在、実用の戦闘用原子力潜水艦としては、間違いなく最小であり、おそらく今後ともこの記録を保持し続けるであろう。 動力に制限のない原子力潜水艦にとって過少なサイズは運用の経済性を損ねるものとなる。事実、本級の兵装搭載量、連続航海日数はかなり小さい。にもかかわらず、このような設計がなされているのはフランス原子力潜水艦隊の歴史と深く関連している。第二次大戦後のフランス海軍における 原子力潜水艦隊の建設は1950年代に開始され、1958年には最初の船体が発注されているが、ド・ゴール政権成立の翌年に、この発注は取り消された。というのも、独自外交路線のもと、フランス独自の管理のもとに置かれた核戦力を確保する目的で、陸上、航空、海中システムが並行して開発されていたが、 とりわけ海軍が重視されたため、つまりはド・ゴールの政治的圧力のもとで、弾道ミサイル原子力潜水艦の開発が最優先されたためであった。まず弾道ミサイル原子力潜水艦を開発し、攻撃型原子力潜水艦の開発を後回しにするというのは明らかに定石破りである。フランス海軍は、 弾道ミサイル原子力潜水艦が一定の成功を収めたと評価されるまで攻撃型原子力潜水艦の開発に着手しなかったため本級の獲得も1970年代半ばと相当に遅い。また、このことに伴い本級の開発は最小限の資源で最も迅速に達成されることが要求されたため、またもや定石破りな手法が用いられた。 すなわち、船体設計に通常型潜水艦のアゴスタ級のそれを流用し、さらにソナーや並走管制システムについても同様のことがなされた。本級の特異性は、こうした歴史的経緯によるものである。また、本級は、その推進方式についても独自性が見られる。すなわち、世界的に珍しい原子力タービン、エレクトリック推進の採用である。 この方式は、静粛化の面では有利だが、システムの複雑化、信頼性の低下、重量の増大などの問題があるため、他の原戦運用国では、一般的ではない。2005年現在、本級の後継のシュフラン級原子力潜水艦も、含めて、フランス海軍の原子力潜水艦はすべてこの、方式を採用している。1984年に収益した2番艦サフィールは、 本級で最初に SM39 エグゾセ対艦ミサイルを装備した艦となった。1番艦リビも後日改造によりエグゾセ運用能力を獲得している。本級5番艦、アメティスト及び6番艦、ペルルは4番艦までよりも全長がやや大きく、水中排水量がやや小さく、線形も異なるので、アメティストバッジ、改めリビ級、または、 アメテイスト級と呼ばれる。本級の命名法に従って、アメテイストとはもちろん宝石の名であるが、同時に、先日、流体力学、静粛性、通信、超音の改良の頭文字でもあって、列挙されたような性能向上を目的としたものである。なお、百八十八から百九十五年には、先に収益した四隻にも遡って適用されているので、 両者を合わせて、リビアメティスト級と呼ばれることもある。いずれにせよ、開発及び運用上、同一の系列に属していることに変わりはない。改めリビ級原子力潜水艦の側面ズボン級は、トゥーロン及び、ロリアンを母校とする二個戦隊に編成されている。また、攻撃型原子力潜水艦としてはあまり例を見ないが、本級には一隻あたり、完全編成の乗員が二組。 赤チームと青チーム用意されており、少数の艦の稼働効率を高める努力がなされている。2016年から本級とシュフラン級原子力潜水艦が1対1で置き換えられる予定で、2026年前後にすべての艦が退役する予定だったが、後継のシュフラン級原子力潜水艦一番艦、竣工は2019年にずれ込み、竣工時点で収益は、 翌年を予定するなど、計画は遅延している。本級の官名は3番艦のカサビアンカを除き、宝石の名にちなんでいる。当初は、地名が付けられる予定で、1番艦から3番艦には、順に、プロバンス、ブルターニュ、ブルゴーニュの名が割り当てられていた。官名の後の日付は順に気候、浸水、収益。ありがとうございます。